マイタウン市川。今回は4月1日にオープンする子ども発達センターのそよ風キッズについて特集します。それではウィークリーヘッドラインのコーナーからいきましょう。3日、市川1丁目にある男女共同参画センターで表現する力を身につけるセミナーが開催されました。このセミナーでは豊かな表現でコミュニケーション力アップ、表情筋トレーニング、自分の声を磨こう声のレッスン、印象力をアップさせる立ち居振る舞いをテーマに3日間行われ、さまざまな発表の場や面接、営業業務といった特別な場面だけでなく日常会話にも役立つ表現する力を実践で学びます。講師の室谷よし子さんはマナー講師、表現力プロデューサーとして学校や企業などを中心に印象力の大切さを伝えています。1日目のこの日は、豊かな表情でコミュニケーション力アップをテーマに、第一印象の重要性や豊かな表情の大切さについて講義し、続いて笑顔体操を実践しました。室谷さんが提唱しているこの体操は、顔の筋肉を意識して収縮させたり弛緩させて表情筋をトレーニングします。表情筋は普段無意識に動かしていることが多く、最初はなかなかお手本通りにできなかった参加者も徐々にできるようになり、豊かな表情を身につけることの楽しさ、大切さを学んでいました。8日、スポーツセンターで市川エンジョイスポーツが行われました。このイベントは様々な K スポーツを気軽に体験し、その魅力を感じてもらおうと、市川市スポーツ推進委員連絡協議会の主催で昨年から実施されています。屋内では砂が入ったラバーボールで行うペタンクや、ローラーがついたストーンを使うカローリングなど、 K スポーツイベントではおなじみとなった種目が用意されました。こちらは柏市で考案されたフワドッチ、大きめに膨らませたラバーボールを使ったドッジボールです。ふわふわして軌道が定まらず、どっちに飛んでいくかわからないドッジボールということで、ふわドッチと名付けられたそうです。また柔らかいボールでプレーするミニバレーボール大会も行われ、参加者のはつらつとした声が響いていました。この日は午前中小雨がぱらついていましたが、屋外の体験種目として陸上記録会やフットサル、グラウンドゴルフが用意され、参加した子どもたちは冬に逆戻りしたような冷たい雨をものともせず、元気にフィールドを駆け回っていました。同じく8日、大町にある少年自然の家で健康吹き矢の体験講座が開催されました。少年自然の家では子ども向けの催しだけでなく、大人や親子でも参加できる講座やイベントを開催しています。この健康吹き矢の体験講座は小学5年生以上が対象ですが、少年自然の家の主催事業の中でも高齢者の参加が多い講座です。健康吹き矢には的当てを楽しむゲームと呼吸法を取り入れたエクササイズの2つの要素が含まれています。呼吸法は肺を包んでいる胸郭を膨らませたり収縮させて行う胸式呼吸と、横隔膜を意識的に上下させて行う腹式呼吸の両方を取り入れて行います。まず背筋を伸ばし、おへそと的の中心を1本の線でまっすぐ結ぶように立って一礼し、半身に構えます。腹式呼吸でゆっくり息を吸いながら、筒を持った両手を頭の上まで弧を描くように上げます。腹式呼吸でゆっくり両手を元の位置に戻し、腹体勢を作ります。心を落ち着かせ的に集中したら、胸式呼吸で息を吸って一気に矢を吹き飛ばします。呼吸法を意識して20本吹くと、
およそ200キロカロリー消費すると言われています。これは5キロのウォーキングをした時とほぼ同じです。スタート時は動作と呼吸のタイミングがうまく取れなかった参加者も、本数を重ねるごとにスムーズにできるようになり、健康吹き矢の面白さを感じていました。腹式呼吸、これをきちんと覚えないとやはりダメですね。それだけがもう目標でございます。思ったほど難しくないかなと思いますが、でもやったらやったでなんとなくもっとやりたいなっていうのは感じになってまいりました。続けたいなと思います。次回の健康吹き矢の体験講座は3月22日日曜日の午後1時30分から開催します。参加してみたいという方は少年自然の家にお問い合わせください。こんにちは、西戸恵美です。4月1日子ども発達センター分館にそよ風キッズがオープンします。そこで今回は発達に心配のあるお子さんに対する支援を行っている子ども発達センターについてご紹介します。市川市大須4丁目にある大須小学校のすぐ隣、市川駅南公民館と一体になっているこちらの建物が子ども発達センターです。土日祝日年末年始を除いた毎日受付を行っています。発達支援課の並木さんにお話を伺っていきます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。この子ども発達センターとはどのような場所なんでしょうか。子ども発達センターは発達に心配なるお子さんのご相談を受け、それから発達を促す支援を行っております。お子さんとご家族が地域で安心して生活できるような、そのような支援を行っております。この中にはどういった施設があるんですか。そうですね、子ども発達センターには子ども発達相談室といって、発達に心配がある方から相談を受けて、そして個別支援やグループ支援を行っております。それから青空キッズとお日様キッズというところがあります。青空キッズは行動、情緒、知的に課題のあるお子さん、そしてお日様キッズは運動発達に課題のあるお子さんが通う施設となっております。具体的に発達に課題があるというのはどういうことを指すのでしょうか。自閉症。自閉症は言葉の発達の遅れ、コミュニケーション、対人関係、社会性の障害、パターン化した行動やこだわりが特徴です。 A ちゃんは急に予定が変わったり、初めての場所に行くと不安になって動けなくなり、周りの人が促すと余計に不安になって大きな声を出してしまうこともあります。周りからはどうして不安になるのか、何をしてあげればいいのかわからないと言われてしまいます。しかし A ちゃんは安心できる場所では一生懸命活動に取り組むことができます。アスペルガー症候群。アスペルガー症候群はコミュニケーション、対人関係、社会性に障害があります。パターン化した行動や興味、関心の偏りがあり、基本的に言葉の発達や遅れはないのですが、言語発達に比べると不器用な印象があります。 B 君は他の人と話しているときに自分のことばかり話してしまって、はっきりもう終わりにしてくださいと言われないと話が止まらないことがあります。そのため相手の気持ちがわからない、わがままな子と思われてしまいます。しかし B 君は大好きな電車の話になると専門家顔負けの豊富な知識を持っていて、友達にも必
感心されています。注意欠陥多動性障害。注意欠陥多動性障害は ADHD とも呼ばれ、集中できなかったり多動多弁でじっとしていられません。考えるよりも先に衝動的に動きます。 C さんは大切な仕事の予定や書類などを忘れてしまうことがよくあります。周りの人からも何度言っても忘れてしまうと言われてしまいます。しかし C さんは気配りがうまく、困っている人がいれば誰よりも早く気がついて手助けすることができます。学習障害。学習障害では読む、書く、計算するなどの能力が全体的な知的発達に比べて極端に苦手になります。 D さんは会議で大事なことをメモしますが、書くことが苦手なので、その作業に必死になりすぎて会議の内容がわからなくなってしまうことがあります。そのため周りからはもっと要領よくメモを取ればいいのにと言われてしまいます。しかし D さんは苦手なことを少しでも楽にできるように、ボイスレコーダーを使いこなすなど他の方法を取り入れ工夫することができます。ご紹介したのはあくまで一例で、どんな能力にどの程度障害があるかなどはもちろん人それぞれですが、障害特性を理解して周りの環境を整え工夫することで優れた能力を発揮できたり、普段の生活がスムーズになるようですね。発達障害にはさまざまなタイプがあると思うんですが、そういった障害に対して市ではどのような取り組みを行っているんでしょうか。市ではまずお母様、お父様っていうんですか、保護者の方にお子さんの発達の特徴を知ってもらうために個別支援やグループ支援を行っております。そこでお子さんの状態をよく知っていただくこともとても大事なことになっております。もう一つは保育園、幼稚園、集団の中でそのお子さんが生活していて、先生方なんですけども、そういう先生方に研修を行っており、その研修、先生方にも障害を理解してもらうようにしております。で、最後に市の方でどのようなサービスがあってどうやったら受けられるかっていうものをこちらの方で相談に乗ってお伝えするようなこともしております。市内には障害のあるお子さんたちが通える施設はどれぐらいあるんでしょうか。就学前になりますと児童発達支援の事業所ということで17箇所、それから小学校以上ですかね、就学後は放課後等デイサービスといいまして現在22箇所ございます。で、その中で児童発達支援センターというものがありまして、それが現在3カ所でございます。で、4月27年の4月になりますとそよ風キッズも児童発達支援センターということで開始されて、4月からは4カ所で行うようになります。今回4月1日にそよ風キッズがオープンするということなんですが、どういったことがきっかけでオープンにつながったんでしょうか。はい、子ども発達相談室や青空キッズの利用者がとても多くなりました。なかなか思うように利用できなくなってきた状態があります。また保護者からもたくさんの声でもう一つ作ってほしいという声もありました。そのようなことから今回そよ風キッズが開設されることになりました。そしてここが4月1日にオープンするそよ風キッズです。東海小学校のすぐ隣にある市川市子ども発達センター分館の1階部分となっています。
案内していただけますか。はい、ではこちらのお部屋、指導訓練室からまずご案内させていただきます。はい、どうぞ。あ、すごく明るくて開放的ですね。そうですね、こちらは日当たりも良くってとても明るいお部屋になっております。このお部屋で10人ほどのお子さんがお遊びをしたり生活をしたりという形で作られております。で、同じようなお部屋が 1,2,3 部屋ございまして、広いスペースを取ることができたので子どもたちもゆったり過ごせるかなと思っております。遊戯室になります。はい、どうぞ。あ、ここは先ほどのお部屋よりさらに広いんですね。そうなんです。ここは子どもたちが運動や遊びをするお部屋で、そういう意味合いで広く作ってございます。そしてあの奥にある相談室というのは個別で相談に乗っていただける部屋ですか。そうですね、相談はいろんな相談がございますので、やはりきちっとしたお部屋を一つ用意しておいた方がご相談も受けやすいということで相談室を作らせていただきました。こちらは中に入っていただきますと、ここにマジックミラーが設置してあります。あ、本当だ、窓のようなものがついてるんですね。ここで反対側からこちらの様子が見えるような作りになっております。実際にどのような形で支援が行われているかっていうのを見ていただくっていうのはとても大事ですし、そういう意味では大事なものではないかなと思ってます。周りの家族、それから支援者、大人の方がその子の障害の特性を理解するということで、そのような対応をすると子どもたちは自分の持っている力をいっぱいに発揮することができるようになります。やはり発達障害というとなかなか気づきづらいというところもあると思うんですが、何か少し気になる点があればすぐにご相談をした方がいいんでしょうか。そうですね、やっぱりお母様方でよく悩まれていらっしゃるんですけども、やはり気になりましたら子ども発達センターの方に電話をいただきまして、一つご相談いただきますとそこからいろんなことが見えてきますので、どうぞご気軽にご相談いただけたらいいと私としては思っております。子ども発達センターではまずは相談を受け付け、お母さんからのお話を聞きながらお子さんの発達で心配している点について専門の職員が保護者の方と一緒に確認し支援を考えていきます。お子さんの発達で気になる点がある方はまずはお電話でお気軽に相談をしてみてください。市川市ラグビーフェスティバルを3月22日日曜日10時から市川市スポーツセンターで開催します。ジャパンラグビートップリーグクボタスピアーズと NTT コミュニケーションズシャイニングアークスの選手たちとラグビー体験、タグラグビー、バドミントンなどを気軽に楽しめます。当日自由参加で初心者も大歓迎です。3月29日日曜日、考古博物館と歴史博物館、そして堀之内貝塚公園を会場として縄文体験フェスティバル in 堀之内貝塚が開かれます。縄文人の生活を追体験できるコーナーをはじめ面白いイベントがたくさんあります。申し込みは不要です。国勢調査の調査員を募集しています。予定選任期間は8月上旬から11月上旬までです。応募方法はホームページをご覧いただくか、八幡分庁舎3階総務課統計担当までお問い合わせください。次回の放送予定です。3月21日からのマイタウン市川は、今年4月にモデル校として開校する小中一貫校塩浜学園を紹介します。どうぞお楽しみに。